なんかしやがって。商店街からここまで走って追いかけた俺の気持ちも考えろ。気持ちこもってね。俺が立て替えといたから店に今から謝りに行こう。待ってください、ボンゴレ中。六道ムクロ。僕を差し置いてあなたを傷つけようとした人がいるらしいですボンゴレ十代目を傷つける権利があるのは僕だけです。ボンゴレ十代目、今日ここで死んでもらいます。リボン、どうしよう。冷たいこと言うなよ。寺君も山本もいない。困った。さあ死んでください。どうしました。今日はアルコバレーヌからのお助けはないようです。リボン、死ぬ気弾を頼む。ママじゃやられちゃうよ。ボンゴレの実力、この程度ですか。リボン、アルコバレーノが直接攻撃とは思うし、おや、もっと強いはずです。どうしたんでしょう。生徒のために体を張るなんて家庭教師らしくありません。リボン、死ぬ気なんだよ。今必要なのは。冗談はやめてくれ。助けてよ、リボン。アルコバレーノはボンゴレ十代の味方。寝なさい。終わった。まだ終わってないっす、10代目。コクデラ君、面白そうなゲームを森でしてるってスナンチの小僧から聞いたもんです。山本、おやおや、ボンゴレどもが仲良くそろって騒がしい。ヒバリさん、君たちがやられてしまうと学園祭の出し物が一つ減ってしまう。母校たちに傷がつく。どけどけ、俺が相手になるぞ。お兄さん、沢田はボクシング部の入部希望者だ。押されたらボクシング部が弱体化してしまうではないか。いくら人数を集めても僕は通用しません。確かに面倒な人数です。またこれゆっくり倒してみます。助けてくれてありがとう。怪我はねえか、ツナ。ムクロの野郎、本当は負けるのが怖くて逃げ出しやがって。けっ、雑魚が。けど、小僧の連絡がなかったら危なかったな、ツナ。うん、
かく無事で何よりっす。さ、帰りましょう、十代目。うん、ありがとう、みんな。